眠れないほどどんどん好きになってしまうからだんだん怖くなって Dance with Devils My Carol。いいんだよ、君がいてくれた方がやる気が出るからね。それとウリエさんじゃなくてウリエ。その賢明な姿も魅力的だと思っているからね。僕はね、君がいてくれるからこそ生徒会の仕事がはかどるんだ。そこにいるだけで十分なんだよ。本当に彼女がここにいるとお前の仕事がはかどるのか？もちろんだよ。彼女は僕のやる気の源だからね。あんまそうは見えねえけどな。さっきからニヤニヤしてそいつのことばっか見つめてやがるし。見つめるぐらいいいだろう。こんなに可愛らしいんだし。ウリエって意外と頑固なところあるよね。手伝い？そうだな。なら椅子をこっちへ寄せて。もっと近くへおいで。よし、これで君の顔がもっとよく見える。大好きだよ、
僕の愛しい蝶々。僕の能率が上がり、作業がはかどる。これ以上ない手伝いだろ。それに愛をささやかれてバラ色に染まる君はとても愛らしいよ。このまま口づけたいくらいに。おい、その辺にしておけ。どうしたんだい？ああ、ひょっとして焼き餅？分かっていて悪乗りをするな。お前たちの関係に口出しするつもりはない。だが、場所はわきまえ。まったくだぜ。さっきからベタ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 と鬱陶しいんだよ。ベタベタって言い過ぎじゃない？これでも君たちに遠慮して控えてるつもりなんだけどな。二人がラブラブなのは知ってるけどね。俺たちに見せつけられても反応に困るな。そういうのって引き裂いてみたくなっちゃうよ。思いが強いほどに引き裂かれた時の絶望は深くなる。君の悲しむ顔が見られそうだ。四季、冗談でもそういうこと言わないでくれ。怖いね。まあ、誰かに引き裂かれるほど僕らの愛情は浅くないよね。そうだ、大丈夫だよ。レムの性格は熟知しているからね。さすがにそろそろ怒られそうだ。引き際を心得てるだけだよ。さあ、仕事に励もうかな。もう少しだけ待っててね。遅くまで付き合わせてごめんよ。レム、性格が悪いよね。追加であんなにプリント持ってきて。
だとしたらしてやったりだね。こうして全部終わらせたんだから。僕のわがままで居残りさせちゃってるけど、本当に嫌なら帰ってもいいんだよ。可愛いこと言ってくれるね。抱きしめてしまいたいくらいだよ。愛らしい反応だけど、いつになっても慣れないね。どういたしまして。名残惜しいけど、ここでお別れか。次は月曜日だね。どうかした？そう。ねえ、少し目を閉じていてくれる？そう、そのまま。茹で上がってるよ。大丈夫？今のは離れていても寂しくならないおまじないだよ。
どうかな。どういたしまして。君はそうやって笑ってる方が魅力的だよ。それじゃあまたね、僕の可愛いリツカ。もしもし、ごめんよ、今平気だった？どうしても気になってさ。別れ際、単に僕と離れるのが寂しいってだけじゃなさそうだったからね。何かあった？じゃあ君一人？心配だな。そうかもしれないけど、待てよ。お兄さんたちが留守ってことは、週末の予定は空いてるって思っていいのかな？だったらデートをしようよ。君と一日中二人きりの時間を楽しみたいんだ。交渉成立だね。朝君の家に迎えに行くよ。じゃあ名残惜しいけど一旦切るね。また寝る前に電話するよ。
ケーキが来たよ。食べようか。こっちの方が君のそばにいられるからだよ。恥ずかしがる必要なんてないよ。今日はレムたちも君のお兄さんもいないんだ。それよりも、ほら、あーん。ケーキを食べさせてあげる。だから、口を開けて。どう？おいしい？ああ、口の端についちゃってる。取ってあげるから待ってて。そんなに喜ばれると恋人冥利に尽きるな。そういえば、昨夜は大丈夫だった？一人きりだったんだろう？そう。今夜も君一人だったよね。どうしたの？熱っぽく見つめて。ケーキもう一口欲しくなった？
こちらこそ。他にも連れて行きたい店があるから、また誘ってもいいかい？ただいま。今日は君の家に誰もいないんだろ？だから泊まろうかと思って。警戒しなくても、ただ君との時間をゆっくり楽しみたいだけさ。それに別れ際心細いって感じの目をしてたのは君だよ。断る理由なんてないね。一晩しっかり君のそばにいるよ。自分の部屋なのにただいまなんだ。どう？お風呂に入ってさっぱりした？ちょっとこっちおいで。やっぱりまだ少し髪が濡れてるみたいだね。気にしなくていいのに。でもそうだな。せっかくだから僕が乾かしてあげる。ドライヤーとタオルは洗面所持ってくるね。お待たせ。じゃあ乾かそうか。こういうことをするのは初めてだけど、なかなか楽しいね。相手が君だからかな。君の髪は柔らかいね。このままずっと触れていたいくらいだよ。
そんなに緊張しないで、リラックスしてくれていいんだよ。気持ちよさそうだね。だとしたら、相手が君だからだよ。君を目の前にすると、自然と優しい気持ちになるんだ。傷つけないように、そっと包み込むように愛を込めてって。君の髪、とても綺麗だね。触ってると指の間からサラサラこぼれ落ちてくよ。それに細い首筋も色っぽい。白い肌がお風呂上がりだからかうっすら赤くなってる。食べてしまいたくなるよ。サラサラになったね。これでよし。じゃあドライヤー片付けてくるから先に横になってて。湯冷めしたら良くないからね。大声で呼ばなくてもすぐ戻ったのに。で、息を切らせてどうしたの？もちろん、君のベッド、君の隣。何が困るのかな。この可愛い唇で教えてほしいな。うわ、それはきついね。
そうだね。でも僕の可愛い恋人はそんなひどいことしないだろう。僕は君を信じているよ。君が嫌がるなら別の場所で寝てもいいんだけど、他に横になれる場所っていうと、あとは冷たい廊下で寝るしかないか。仕方ない。一人寂しく暗闇の中でうずくまっているとするよ。もちろん。他に何かするの？そっか、ありがとう。じゃあ遠慮なく君を抱きしめて寝ようかな。抱きしめるのは物の数に入らないよ。はい、一緒に寝ようね。ついていれば毛布もなんとか二人で使えるか。君があったかいから毛布いらずだけど。はあ、泊まりに来てよかったな。こうして二人きりの時間を堪能できるなんて最高だよ。からかいすぎたかな。そんなに緊張しないで。君が望まないのに手荒な真似はしない。ほら、落ち着いて深呼吸してごらん。いい子だね。そのまま目を閉じて。もう緊張してた割にはすぐに眠っちゃうんだから。僕は眠れそうにないよ。君をこの胸に抱いてると思うとね。君が望まない限り
何かするつもりはないけれど、溢れそうな気持ちをどこに向ければいいんだろうな。可愛い寝顔、いたずらしてしまいたくなる。そうだ、久しぶりに悪魔らしく遊ぼうかな、夢の中で。ここに来たら僕に会えると思ったからじゃないかな。眠ったまま夢に落ちたのさ。ここは君の夢の中、心の片隅にある世界。そう思ってくれるなら光栄だよ。ねえ、他にもしてほしいことがあるんじゃないかな。本当は君も僕にこうしてほしいって願ってたはずだ。抱きしめられることも、口づけされることも。肩肘張らなくてもいいのに。これは夢なんだよ。君の好きにしていいんだ。そうだよ。ほら、こっちを向いて。そうなんだ、悪くはないだろう。夢は心の現れ、暴いてしまえば簡単だね。こんなに僕を求めてる。照れなくてもいいよ。ほら、顔を上げてごらん。素直だね。こっちも遠慮せずに君を甘やかせる。そのまま、もっとこの夢に落ちておいで。